ちの元彼のヤバい話は、その当時付き合ってた彼氏がもうほんまにかっこよくて、で性格も良くて、もうジェントルマンだったの。で付き合って大体も3ヶ月ぐらい経ったんやけど、一個だけ気になることがあって、全然家に入れてくれなくて、でだからお泊まりとかもしたことなくて、まあするとしてもホテルとか自分の家とかでなんかねちょっといたしてたんですけど、である日デートしてて、でその日結構夜飲み歩いてて、で5軒目ぐらいまで行ってて、もうお互いもうベロベロすぎて、でちょうどその人が住んでるってところの地域に飲んでた。でもうお互いベロベロやから、その時の彼氏がオレンジ来るみたいな感じでベロベロな状態言ってて、お珍しいと思って、初めて彼氏の家行くってなって行ったんですよね。でお互いも、ね、ベロベロやから寝ちゃったよ。で朝起きた瞬間、横見たら彼氏おらんくて、あ起きたんかと思ってパッてベッドの外見ると、すっごい血色悪い顔の彼氏がずっと床をいじってたの。なんか取ろうとしてたんよ。でヨーヨー見たらフローリングの柄あるやんかを一生懸命取ろうとしてたんよ。結構目が開いてた。でちょっと気持ち悪くなって別れて、後々聞くと売人でした。怖いよね。はい、ストレッシャー会からお疲れ様です。シーナシオーブです。まあ今はしっかり警察にお世話になってるみたいです。はい、今回はですね、皆さんから聞いたヤバすぎる元カレエピソード大処理大会始めたいと思いまーす。で、まずヤバすぎる、そこが親指サイズ、パーニョピーナッツが好き。はい、続きまして、別れた途端別人みたいに当たりが強くなった。本当に別れて大正解。別れ話してんのに寒いからって言ってベッドから一歩も出てこず話してた。は、こっち真剣なんだけど。いや、それな、その布団と一緒にいればいいんじゃないですかって。はい、続きまして、外でしようって言ってくるタイプ、定番ですね。全然定番じゃねえわ。しっかり変態だわ。はい、続きまして、私と交際中、私の妹と関係持った挙句、子供まで作った元カレ草。いやいや、全然草生えへんし、妹も妹やな。いろんな関係崩れていくやん。怖すぎやろ。はい、続きまして、彼氏とやってたら、彼氏の携帯に彼氏のお母さんと電話が繋がってて、わざとお母さんに聞かせてた。え、何プレイ？え、三者面談？ダイパーしてる自分がかっこいいと思って見せつけてくる。もうなんか逆に可愛くない？なんか。何みたいな。逆にこれはもう可愛いってなっちゃうね。もう付き合ってこないね。はい、続きまして、私の知り合いと浮気してたし、謎に逆入れしてきたし、記憶喪失のふりしてた。いや、てかさ、記憶喪失するやつ多くない？うちの元彼で5分ですぐ記憶飛ぶやつがおって、メメントもびっくりってぐらい、ほんとすぐ秒で記憶がなくなる人やって。で、最終的に別れ話するときも、なんかうじうじしてたから、もうムカついたから、いや、どうせ私がこう怒ってもあなた5分後にも忘れるんですよね。だったらもういいじゃないですか。忘れましょう。バイバイって言って別れたと。はい、続きまして、ホワイトデーに告ってきた彼氏、今日は3月14日だから円周率みたいに長く続くように秒で別れた。ちょっとおもろいや。ギャグセンスとしては花丸、でも彼氏としては花罰。はい、続きまして、察してってめっちゃ言う人だった。口あんなら口ではっきり言えよ。いや、それな、賛同。男だったって珍しいね、なんか察してちゃんって喋れ喋れ。はい、続きまして、別れて1年、私はフリーで元彼は彼女持ち、 LINE で俺と浮気する、好きで迷った自分もやばい。やばいよ、どうせまた気づくからやめなさい。別れた後にさ、まだ俺のこと好きじゃね、自信あるやつ多くない？そういうやつばっかじゃない？あの思考だけなんか逆に尊敬するわ。なんかうわ、羨ましいなと思う。まあ、逆に言うと、あっちは絶対こっちのことまだ好きってことやんな。あっさ、うめて、あっちはお前のことしっかり忘れてるから、うめて、あっさ。はい、続きまして、別れた次の日、仕事から帰ってきたら、今まであげたもの全部ポストに投函されてた。よう入ったなみたいな。不法投棄で訴えたれ。告白したらママに確認取っていいって言われて秒で幻滅。ママ審査いる？本当に。もうなんなんよ、このマザコンが。マザファッカー。はい、続きまして。別れた次の日、別れて1日目だけど、どうだったって LINE してきた。おじさんとかしてんじゃん。どうだった？ダメかなーって次送ってくるから。気をつけて。続きまして、会社の寮に住んでた元彼が、食費浮かすために我が家に入り浸り、浮いた金はソシャゲで課金してました。おー、ベストオブクズイヤー。自称おめめでございます。彼女をお母さんや思ってんかな。なんかこういう男多いな。ずっとおしゃぶりチューチュー一気に意味ないな、ほんま。別れ話したら死のうとして、走ってる車を探して光りようとしてた。怖かった。もうさ、文がさ、怖くねえんだよ。だったら、はいっていう感じの、いやもう文で現れておる。車に惹かれようとすんのはもう武田鉄矢だけにしといて、普通に引くし、もうトラウマになるし、もう何がしたいみたいな。その必死さをなんかお前の行動で示せ。今日なんか口が悪いんで、ちょっとご了承願いいたします。はい、続きまして、私が結婚するって言うまで働かないよ。別れた後、地獄じゃんって言ってきたのは弱いかな。いや、全然強いわ。絶対働かんやん。今現在進行形で ING で全然働いてないやんか。絶対無理に決まってるやん。急に働くわけないし、もう一生ニートで俺。なんかこの発言して、もうプライドないんかなと思え。自分惨めやなと思わんのかな。もう思わんのやろうな。
はい、続きまして、別れました後、最後に注意してほしいって言ってくるやつは何何やろうな。美女と野獣や思ってんかな。口づけしても何もこっち気持ち変わりませんよ。Beauty and the Blue。振ってきたくせに別れたその日に SNS のアイコンデートで見つけた人懐っこい鳩の写真にしたこと、いや、癖強。鳩写真撮ってた？そこが気になるわ。こういう心境、名残惜しいけど鳩に表すの。なんだめめちは、もう男やね、めめちは、ほんま。少年院入ってからアナル。もう一回いくね。少年院入ってからアナル目覚めた元彼、付き合ってからカミングアウト。なんやろ、ちょっと少年院って、ちょっと、ええやん。付き合ってカミングアウトすんなよ、みたいな。付き合う前に言えよ。でも少年院、ちょっとええやん。はい、続きまして、やばかったのは元彼の親。中学校卒業式、両親ともに来てなかった。あ、これはなんかちょっといろいろ、なんか悲しくなりません？なんか家庭環境が、あれなのかなってなって、なんかかわいそうになって、なんやろな、ギューってしたくなっちゃう。ちょっといい女ぶりました、すいません。すいません、モテようとしてますから、酒飲みます。はい、続きまして、中学校の時、親友だけ付き合ってるの教えてて、彼氏とその親友が浮気始めて、親友がそのライン見せてきた。え？その親友やばくね？どういう意図で見せてきた？え？ブラックマジック、ブラックメールみたいな感じで見せてきた。もうなんか怖ない？それ。なんのマウントみたい？親友じゃなくてもう人獣。はい、続きまして、付き合った次の日から赤ちゃん言葉いない、ドン引きました。いや、これは引く。でもさ、これキャラでさ、許される人とかおるやんか。おらんな。はい、続きまして、TikTok 界になってました。いつかコラボしてあげてください。誰結構有名？結構有名どころ？全然なんかコラボしちゃって、合体もできちゃいます。コラボお待ちしております。ケツ開けちゃって待ってやるわ。当時の彼、浮気が発覚して別れることになった途端、バイト先やアパートに車に来るようになり、怖くなって、怖くない？これは怖いって。だってバイト行くたび、ビクビクしなあかんのやろ。今日も、って状態やろ。もう無理。コリスメンに今すぐ連絡。わかんない。なんか自分は、なんか別れたりとかすると、もう夏んで切れちゃうのよね。なんかどんだけ好きやったとしても、もう終わってるからさ。次行かなあかんやん。いやでも、みたいな感じの思考になるから、なんか執着する人がちょっとね、ちょっとわからなーい。もうあーい。わー、ジャパニーズピンポン。はい、続きまして、マック行ったらチーズバーガー単品で6個頼んでた。いや、シンプルに食べすぎ。別れて8ヶ月後、その元彼からのお気に入り、性病発生。うわ、誰ほんま、死ねよ。はい、続きまして、別れて数週間後、向こうに置いていた私物まとめてを家の前に置かれてた。寝巻きとゲームなしで。つかさ、みんな置きがちじゃない？家の前に置きがちじゃない？なんか意外とみんな捨てないんだね。なんか、ちゃんと返すんだね。なんかそこはなんか、律儀だなと思う。何の話？普通の感想述べてもうた。何の話？はい、続きまして、深夜2時に、部屋明かりついてるけど、今、何してるの？メールが来た。怖っ。もう今ちょっと手震えたもん、むちゃ。やっぱさ、別れたらさ、ストーカーになりがちなんかな。こうやって男女ともにやっぱ、そうなんやね。なんか男性って意外と、俺のことまだ好きじゃねって思うだけかと思ったら、行動に移す人もいるんだね。怖っ。普通に怖っ。一方的に怒られて、お仕置きね、パンツ履かないで外歩いてて真面目に言われたことが一緒。高校の時、自称彼氏、私に彼氏できたら払い銭、私の連絡先3000円で売ってた。いや、犯罪。捕まれ。ゲボダサのバンダナを鉢巻きにして現れたこと、友達、バンダーナってあだ名が付けられてた。ガンダーナみたいに言うな。はい、続きまして、半同棲状態で合鍵持ってた元彼、別れてから私がいない間に部屋に侵入してたみたい。ほらさ、やっぱさ、合鍵はちょっとリスクがあるよね。ほんま正式な同棲するまで鍵ってもうほんまあかんよな。もう半同棲でどっちかの家っていうのがもうダブルリスクやから、ちょっとみんなそれは気をつけて。ほんま気をつけて。怖いからこういうの。でも合鍵は憧れる。私やったことないな。そういうの。はい、続きまして、潔癖症で他人触れたくないって言ってたから、そうしてたら白服後に私の親友とセフレに。これはあれなんちゃいます？女性からのあの単液というんでしょうかは清水だと思われている方だと思います。あ、親友多いな。なんかこう考えるとさ、友達にさ、うかつに彼氏紹介したらあかんよな。親友とは。はい、続きまして、絶対デートに2時間遅れてくる男、やばくない？なんや、ネットフリックス見てたんか。2時間はやばいやろ。ちょっとなんかお前も時差どこみたいな。お前ニューヨークみたいな。はい、続きまして、付き合ってた時ピル飲んでたんですが、ピルケースに入れてたのに睡眠薬とすり替えられてました。怖いね。さっきからさ、ちょっと犯罪すれないよ、ほんま。怖すぎ。やめてよ、もう。こういう男って付き合ってからじゃないとわからんやんか。なんか、初見でさ、あ、こいつやるやつだってならないじゃんか。男の人の地雷に関しては、未だになんか関わってみないとわからへん。あれしんどくない？時間とお金全部返せよってなるよな。
はい、続きまして、嫉妬で狂ってテレビ通話しながら自分のベルトで首絞め始めた。救急車呼ぶって言ったらすぐやめてた。草。いや、彼女冷静で草。草越えて森越えて森パートクイーン。付き合って1ヶ月でアコムで200万借りてきてって言われました。断ったら振られました。いや、もうなんかすごい。さらっとそれ言える神経やば、みたいな。大丈夫？もうマジで人間1回目だよね、みたいな。なんか、なんかわかるみたいな。お前言ってることわかるみたいな。お前が借りてこいよ、みたいな。でも借りてこいって頼んでってことはお前審査落ちるやつだろ。もうその時点でやべえんだよ、って感じよな。すげえわ、なんかもうプライドもクソもないんだよね。ただの皮膚じゃねえか。はい、続きまして、ストーカーされて接近禁止命令で別れたのに、外に干してたパンツ盗んでいった元彼がいる。怪盗キッドじゃない。別れて死ぬ死ぬって言ってたくせに、振った挙句、好きな人できた、報告できた。恋愛サイコパス。付き合って1ヶ月、奥さんに付き合ってることバレた。え、待って、そもそも既婚者だった。いや、この場合さ、なんかさ、慰謝料とかどうされんのやろうな。なんか嫌じゃない、知らんかったし、こっちもみたいな。それで慰謝料300万でしょ。え、これは、どうなんやろな、法律的に。あ、なんか法律事務所。高校の時、一個下の彼氏が裏垢を教えてくれたけど、私しかフォローしてなくて、私の悪口書きまくってた。怖っ。どういうこと？直接言えや。もう嫌やけどな。怖いって。何なの？あとさ、これと似た感じでさ、親しい友人にして、そいつ一人だけに選択して、その人の悪口書くやつあるやんか。あれもやめてほしいな。なんかもう、あれやめてほしいな。それやってる子がおって、もうめっちゃ怖ないそれ。ほんまに。ちょっとやってみようかな。はい、続きまして、離婚した旦那、娘が難病で入院してんのに、面会来ないで歯のホワイトニング言ってたよ。お前、存在ホワイトニング来たろか？生理が遅れたって言ったら、お腹蹴ってきた。今は警察官になってて、24歳らしい。え、怖い。まずこいつ逮捕すべきやろ。いや、もうさすがに怖すぎ。はい、続きまして、親が余命1年と嘘ついて、お見舞い行くふりして浮気してた。いや、もうさ、お前が死ぬ。はい、続きまして、急に発狂する。マジ怖かった。え、どういうこと？なんか、デートしてるとき急に、ファーっていうの。もうそれはさすがに怖すぎ。ファーシャープシャープシャラープ不倫、借金、仕事解雇、トリプルアンパンチ、そんな彼氏とは、バイバイティーン。はい、続きまして、私と仲いい子の家に嫁ってた。ほら。だからあかんねんって。だから紹介したあかんねん、友達。なんかもうここで学んだわ。うかつにダブルデートとかしたら、もう絶対もうその、ランパ。もう乱歩するわ、もうお前。はい、続きまして、うちの書いたラブレター写真撮って LINE で送ってきた。あ、これはさ、これはちょっと良くない？なんか、自分が書いたやつは撮って送ってくれたでしょ。これはもう可愛くない？あ、別れた後に送ってきたってこと？それはやばい。それはもうブロック通報、スパム報告。はい、続きまして。俺はまた違う女性と出会えると思うけど、俺みたいな男には一生出会えないよって言われた。そういうとこだよ。はい、続きまして。おかずにしたことを毎回報告。想像の内容まで事細かに伝えて、最後はいつも、ごちそうさま。やかましいわ。いや、やかましいわ。大体ストーカーになる。多分自分が冷めるのが早いのが原因。いえ、違います。いっぱい読んできたんですけど、大体ストーカーになっている。性癖歪み坊や。性癖の歪みはその人の歪み。はい、最後。同性浮気癌で余命短いから別れてって号泣。LINE のアイコン子供生きてるし、時系列わからん。もうほんまにさ、男全員嘘下手すぎ。はい、今回見てくれてありがとうございます。もうやばくな、ほんまに。こう聞くとなんか自分あんまりないかなと思ったんやけど、なんかいろいろ思い出してきたわ。MCM 事件、フランス出張事件、ディズニーフューチャリングペペ事件とかめっちゃあるわ。またちょっと需要があれば動画にしていきます。今回も面白かったよって方は高評価お願いいたします。もういい湯のために生きてる。人に対しては数字は求めへんけど、自分に対しては数字でしかないので、高評価、いいねだけお願いいたします。もうイエス、SNS 配信なんで、いいねお願いします。いいねとコメントだけで生きている。いや、見る側もめっちゃやること多い。ありがとう、いつも。今回ご視聴ありがとうって。高評価よろしくって。高評価よろしくって。チャンネル登録が気が向いたらね。高評価よろしくって。